今何か動いたか。確かに弱いけど霊気がありますね。なんだこりゃ。お、霊の本体ですね。カカシはおとりだったのか。野菜泥棒め。モブ吹っ飛ばせ。はい。やはりわっぱか。甘い。どうせ死ぬというのに。それでは最高ヘルメット教幹部会第12回を始めたいと思います。かっこ笑いの集会所にて一番近くで彼を見ていた私が確認しているので間違いありません。おー、なんちゃって最初から正体は知り合いなんだけどね。影山くん一緒に帰ろ。あ、僕部活が。行ってこい影山、今日は自主トレだ。影山くん、普段は何してるの？え、幽霊。あ、本屋さんみたいな感じ。いきなり嘘をついてしまった。でも、除霊バイトなんて気味悪がられる気がする。影山くんなら行ってもいいかな。ん？私ね、小説とか書いてるの。え、すごいね。見せるの初めてだし、相当恥ずかしいんだけど、これも練習。うん、読むよ。ねえ影山くん、私が影山くんに告白してから今日で1週間なんだけど、どうして断ったのに一緒に帰ってくれるの？ごめん、そんなつもりじゃないよ。謝ってばっかり。影山くんの気持ち全然わかんないよ。それかもしかして、あのね、告白したのも本当は罰ゲームなんだ。無言スピーチを見て面白がって友達とじゃんけんして負けたの。一週間も騙しててごめんね。エミ、これ本気で書いてんの？違う、ちょっと暇だったから。やめなよ。あ、誰？影山くん。捨てるくらいなら僕がもらう。自分の気持ちは大事にすることにしたから。エミ？いいから先帰ってて。ありがとう、影山くん。